こんにちは、夜景団チャンネルの福本です。今回はですね、手塚山の万代池公園に来ているんですけども、この近くにですね、トルコライスとかセイロンライスは聞いたことあるんですけど、スイスライスっていうのを提供してるお店があるということで、食べに行ってみたいと思います。公園は静かですけど、お店のあたりはちょっと賑やかやと思いますけど、すいません、スイスライスお願いします。夜景団チャンネル、
まあ、こんな感じでスイスライスいただいてるんですけど、なんでスイスライスなんかな、こう上から読んでも下から読んでもスイスライスみたいなんでもなく、ずっと考えてたんですけど結局出てこず、まあ、帰りに聞いたんですけど、どうしてスイスライスなんですかって、どうしてスイスライスなんですかって聞いたんですけど、答えていただけませんでした。なのでこのスイスライスが何なのか、名前の由来を聞くまで通いたいと思います。いや本当にね、見た目よりもね、あっさりと言うんですかね、こう食べやすいまろやかなカレーと、でカリッとサクッと冒頭でも言ったように揚げられた、こう厚切りハムやと思うんやけどな、ソーセージではないと思うんやけど、これがねこの美味しいんですよね。このフォークで刺す時もね、なんかこう感触がいいんですよ。はい。でこのピーマンがね入ってて、でちょっとこうトマトのケチャップソースの味がして、で量もちょうどいいんですよ。このグラタンかドリアの器のようなサイズで、はい。ということで、あっという間に美味しいスイスライスを完食ということでいただきました。また寄らせていただきたいと思います。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。まああんま顔出しませんけど。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。